の竹中さんね、朝夜ごしだった出なかったと、京子ちゃん多分ね、竹中さんのことだったやっぱり大変だってね、びっしり自分はだもんね、暇だったって何するの、朝来たらね、見張られたら大変だ。帰宅して帰宅して、ずずずしてんだしさ、キョコちゃんのお母さんに食べさせたくて、うん、よくやるわ、うんうん、もう覚えたね、うん、もう覚えたね、うん、これだよ、どこなかったわって言ってたの大変だって思ちね何度も聞かれた当たってね、うん